系で、じゃあもう一個見てほしいなと思ってるんですけども、トラップが2つあるんですね。で、あの皆さん東急ハンズとか行ったことないか、あ、東急ハンズは行ったことあると思うんですけど、東急ハンズのトランプ売り場っていうのがあるんですよ。そう、めっちゃいろんなトランプが売ってるんですよね。で、このトランプは普通のトランプなんです。で、こっちのトランプは今お見せするんですが、一見普通なんですが、ものすごく普通じゃないトランプなんですよね。何が違うかまず見ててください。まず普通のトランプ持っていきます。これが普通のトランプ、こうなってるわけですよね。で、さっきからずっと使ってた普通のトランプなんですけれども、したらですね、人差し指出していただいていいですか。このままこの広げていきますんで、1枚指さしていただいて、はい、これでいいですか、はい、じゃあちょっとこれを後から使いますんで持っていきます。はい、直カメラに後で見るんで大丈夫です。OK です。はい。で、ちょっとね、置いておきますので、ここにあるってことを覚えておいてください。で、これで普通のトランプの出番は終わりで、普通じゃないトランプを持っていきます。何が普通じゃないかっていうと、トランプをまず52個買ってくるんですよ。トランプを52個買ってきて、その52個のトランプから1枚ずつ持ってきたっていう感じです。つまり後で全部お渡しして確認し、これは例えばアトランタオリンピックって書いてますから、まあ、その記念カードなんですよね。へー、すごい。はい、それ市販されてるんですか。そう、全部市販されてますが、あのトランプの状態で市販されてます。ただこれは当然売ってません。こんなトランプ意味わかんないですから真実じゃん。ちょっと腹立つじゃないですか、状態で見ても。なので全部別々のトランプを今作ったと。52個のトランプから新しいトランプを1枚作った、あの 1セットか1セットを作ったと思っていただければ全て違うわけです。あ、でも1枚ちょっとひっくり返って、これ後で使いましょう。で、さらに見ていくと、これマジックキャッスルっていうロサンゼルスにあるところなんですけど、会員制のマジック見るところで、これ全部違うんですよね。あとありましたね、これもう1枚ちょっと表返ってるやつで後で使いましょう。とりあえずちょっと切っていきますけど、似てるカードはありますけど全部違うんですよ。そのことを覚えておいていただければ、すべて52種類あるトランプからっていうところですね。で、これ今2枚ひっくり返ってるんで、ちょっとここに置いておきます。ダイヤのクイーンとクラブのクイーン、今日はこれを使っていこうと思ってるんですけど、もうちょっとだけ混ぜますね。じゃあ最初お願いしていいですか。はい、はい、斉藤さん、何をするかというと、今から僕カードをこんな風に適当にこう1枚ずつとか2枚ずつとか置いていきますので、適当に気が向いたタイミングでストップを言ってほしいですね。はい、よろしくお願いします。ストップ、これでいいですか。はい、で、乗せちゃいます。はい、で、今からさらに僕がこうやって1枚ずつ配っていくと、途中であの表側が出てくるじゃないですか。はいはい、それが出てくる前にハッシーさんにストップで止めてほしいという話です。お願いします。ご自分のタイミングで、どこでもいいですか。はい、あ、多分ストップ。こういう状況ですよね。ありがとうございます。で、あともう一個確認があるんですけれども、そうだな、じゃあリゾットさんお願いしていいですか。はい、あの僕両手こう出しますんで、はい、あの左と右どっちがよろしいでしょうか。左手。ありがとうございます。で、こう全部広げていくと、さっき皆さんがストップって、お二人がストップっておっしゃった場所のところで、当然、あ、ここですね。カードがここでまずあの2枚に挟まれてますよね。ストップいった場所で、あと、あ、これだ。 OK です。で、最後に、伺ったのはリゾートさんに聞いたんですけど、はい、どっちこっち側でしたっけ。はい、じゃあこれのこっち側のカードを使っていきます。はい、さっきもしこっちって言ったらこれを使うんですが、今日は最後これじゃないってことですよね。これも落ちて、これが落ちて、左側のこのカードを使うっていう話になる。ストップで決めてもらって、ストップで決めてもらって、最後全部、まあ、どっちのカードを使うかも決めてもらった。僕何もやってないんですよね。これがもし全部予言されてたらちょっと怖いかなと思うんですけど、例えばまず今ひっくり返ってるこの隣のカードを見てみると、さっきストップをおっしゃったカードですよね。ちょっとペアっぽくなってますよね。まあ、そうですね。はい、すごい。で、これ見てみると、これもちょっとペアっぽくなってる。すごくなってるしますよね。え、でさらに僕1個だけ嘘ついたのが、52枚全部違う裏模様って言ったんですけど、そうそう、ね、実はそうじゃなくてちょっと混ざってるんです。同じカードがちょうどストップ行ってもらったとこだけ、なんでなんで今出てた、これとこれだけ
同じなんですよね。他は全部違うんですけど、嘘、これだけ違うと。で、他全部違いますよね。もう一個実は予言が残っていて、残りこっち約50枚いろんなトラップがあるじゃないですか。さっき一番最初に選んでもらったのがダイヤの4を選んでもらったんです。この青一色の方のトランプの方からダイヤの4を選んでもらったという話なんですけど、多分ですね、ダイヤの4を選んでくれると思っていたので、このカードはクイーン、このカードはクイーンなんですけど、残ったカードは分かりやすいように全部ダイヤ、わからないです。なんでだ。あるかというと、それは僕がキサラギ